マッサゲタイは、紀元前6世紀から、紀元前1世紀まで、その存在が確認される中央アジアの遊牧民及び遊牧国家。カスピ海の東側に住んでいたと思われる。紀元前6世紀の諸民族とマッサゲタイ人の位置。その起源は明らかではないが、ヘロドトスの歴史には、スキタイ人と同種であるとする人もいるとある。 また、スキタイ人ははじめアジアの遊牧民であったが、マッサゲタイ人に攻め悩まされた結果、アラクセス川を渡り、キンメリア地方に移ったという。と記されており、スキタイが東方からやってきたことを示し、マッサゲタイはそれより、さらに東方にいたことを示唆している。マッサゲタイ女王トミリス。アケメネス朝のキュロス2世は、バビロン人を征服すると、今度は、 マッサゲ隊美等も配下に収めたくなった。当時、マッサゲ隊では、夫に先立たれたトミュリスという名の女性が女王であった。キュロスは死者を通じ、自分の妻に迎えたいと称してこの女王に求婚した。しかしトミュリスは、キュロスが求めているのは、自分ではなく、マッサゲ隊の王位であることを見抜き、彼の来訪を拒絶した。キュロスは、 計略が成功しないのを見て取ると、アラクセスカンに兵を進め、公然とマッサゲ隊攻撃の準備を始めた。軍隊の渡下のため、川上に船橋を組み、渡下用の船の上に矢倉を築かせた。この作業を進めているキュロスのもとへ、トミュリスは死者を送って、次のように伝えさせた。どうしても、マッサゲ隊と一戦を交えることを、お望みならば、手間をかけて、 川に橋を渡すようなことは止め、我らが河から三日の皇帝で退いた後、川を渡って我が国に入られよ。もしくは我らを帰国内に迎え撃つことをお望みならば、そなたの方も我らと同じようにされたい。これを聞いた、キュロスは、ペルシア軍の主だった者に召集を命じ、集まった一堂に、ことの次第を告げ、二つのうちにいずれかの道を取るべきかを、協議した。そして、 一同の意見は、トミューリスとその軍を自国に迎え撃つべしという説に一致した。しかし、モトリュディア王のクロイソスだけがこの説を非難し、これと反対の意見を述べてこう言った。まず、我が陣地に、肉のほか木酒も壺にたっぷりと入れ、その他あらゆる料理を揃えておきます。そうしておいて、我が軍の最も劣弱な部隊だけを残し、他のものは、 川の縁まで尻きます。もし、私の考えに誤りなくば、敵は、このたくさんのごちそうを目にして必ずそこへやってきます。それからあとは、我が軍が大いに手柄を表すばかりとなりましょう。このようにして二つの意見が対立したが、キュロスは、最初の説を捨てて、クロイソスの意見を取り、トミエリスには、自分の肩から溶かして向かって行くから。 そちらは知りーくようにと通告しておいた。こうしてキュロスは、キカの軍隊と共に溶かした。キュロスは、アラクセス側から1日の皇帝を進んだ後、クロイソスの検索を実行した。準備を整え、キュロスと戦闘部隊だけを残して本隊は、アラクセス側に引き上げると、マッサゲ隊人はその部隊の3分の1の勢力で、キュロス軍の残留部隊に襲いかかり、抵抗する。 ペルシア人を殺したが、用意された食事を見ると座り込んで食べ始め、腹いっぱいに平らげてしまった。ペルシア軍は、まっ下げたい人が、満腹状態で酔いつぶれているところへ襲いかかり、その多数を殺したが、捕虜にした人数は、さらに多く、その中には、まっ下げたい人を指揮していたスパルガピセスというトミウリスの、息子もいた。トミウリスは、自軍と息子の身に起こったことを知らされると、 死者をキュロスのもとへ送り、次のように伝えた。マッサゲ隊の三分の一物部隊に老石を働いた、そなたであるが、その罪はとはのゆえ、私の息子を返し、この国を去れ。さもなければ、マッサゲ隊族の主なる日の神に誓って言うが、地に悪なきそなたを地に明かせて死んぜよう。トミュリス上紀元前二世紀頃のマッサゲ隊人の位置。この口述が伝えられても、 キュロスは全く気にもかけなかった。一方、スパルガピセスが、酔いから覚めて自分が、どのような悲運に陥ったかを悟ると、縛りを解いてほしいと言ってきたので、キュロスは縛りを解いてやった。しかし、すかさずスパルガピセスは自決して果てた。一方、トミュリスは、キュロスが耳を貸さないと知ると、飢餓の全兵力を集めてキュロスと戦った。まず、両軍は距離を置いて、 互いに弓矢で応酬していたが、やがて矢をくすと、槍と探検でもって激突し、混戦となった。長時間にわたって戦い、互いに譲らず、双方ともに退こうとしなかったが、ついにまっ下げ隊軍が勝利し、ペルシアの大部分はここで撃滅され、キュロスも戦死した。トミウリスは、人血を満たした革袋を持ち、 ペルシアの戦死者の間からキュロスの意外を探し当て、その首を取って、皮袋の中へ投げ込んだ。各意外を恥ずかしめながら女王は言った。私は生きながら得て、戦いには勝ったが、所詮は我が子を暴略にかけて捉えたそなたの勝利であった。さあ約束通りそなたを地に明かせてやろう。紀元前329年頃。 アレクサンドロスが、ヤクサルテス下半で砦を建設している間に、元ベッソスの側近であったスピタメネスが、配下のソグディアナ人、バクトリア人と共に、マラカンダで反乱を起こした。これに対しアレクサンドロスはすぐさま鎮圧に向かい、スピタメネスらを、マラカンダから駆逐した。その後、スピタメネスらは、マっサげたイ人の土地へ逃れ、そこで補給と、騎兵六百を手にすると、 マッサゲタイ人と共に、バクトリアネ地方を襲撃した。この時、ザリアスパ守備に当たっていたキタラ奏者のアリストニコスを、戦死させ、ソシクレスの子、ペートンを捕虜とした。これに対し、マケドニアのクラテロスは、全速力で、マッサゲタイ人に迫り、マッサゲタイ騎兵と戦って勝利するが、その大部分を逃がしてしまう。その後もスピタメネスは至るところへ出没したが、 ついに周辺のスキタイ人3000を味方につけ、ソグディアナ攻撃にかかった。アレクサンドロスの命により、ソグディアナの守備を任されていたのは、コイノスであり、彼は、反乱軍が迫ってくるのを知ると、配下の部隊を率いて、これを迎え撃った。両者の間で、激しい戦闘が繰り広げられたが、ついにコイノス側が勝利し、反乱軍からは、スピタメネスに従っていた。 ソグディア人、バクトリア人などが投降してきた。一方、マッサゲタイ人、スキタイ人らは、スピタメネスを要して、草原地帯へ逃れたが、アレクサンドロスがこちらに向かっていると聞き、スピタメネスの首をはねて、アレクサンドロスのもとへ送った。ストラボンは、紀元前一世紀頃の記録として、カスピ海あたりの住民を、大と呼び、それより、もっと東方の所属にはマッサゲタイ および酒が住む。と記している。ヘロドトスは、マッサゲタイ人の服装は、スキタイ人のものによく似ており、その生活様式も同様である。農耕は全くせず、家畜と魚を食料として生活している。魚はアラクセス側からいくらでも取れる。また飲み物にはもっぱら乳を用いる。と記している。また、ストラボンの記録では、 マッサゲイ人は島、小宅地、山間部、平野部に分かれて住んでいたという。以下は、その抜粋。マッサゲイにおいて、男は一人ずつ妻をめとるが、男たちは妻を共同に使用する。マッサゲイの男がある女の住む馬車の前に、自分のエビラをかけ、何はばかることなくその女と交わる。マッサゲイの国では生きていられる年齢の制限という。 物が格別あるわけではないが、非常な高齢に達すると、縁者が皆集まってきてその男を殺し、それと一緒に、家畜もほふって、肉を煮て、一堂で食べてしまう。こうなることがこの国で幸せな死に方とされており、病死した場合は食わずに地中に埋め、殺されずに生き延びられなかったのは不幸であったと、気の毒がある。神として崇拝しているのは、 太陽だけで、馬を犠牲に備える。神々の中で最も足の速い神には、生きとしける者の,の中で最も足の速いものを、備えなければならないらしい。騎兵不評ともに優秀で、弓、探検、道鎧、両刃の斧を使う。彼らは万事に金と聖堂を用いる。槍の穂先、矢尻、斧にはもっぱら聖堂を用い、頭巾、帯。 コルセットなどの装飾には金を使う。馬についても、同様に馬の胸当ては、聖堂のものを用いるが、靴は、はみ、額飾りなどは金を用いる。この地方では、銀が取れず、鉄も、わずかしか産出しないが、銅と、金は豊富である。ヘロドトスの、歴史には、マッサゲタイ人は、東方のアラクセス側の彼方に、イッセドネス人と、相対して住む。 カスピ海の西方を制するのは、コーカサス山脈であるが、カスピ海の東方には、光爆として、視界も及ばぬ、大平原が連なっている。この大平原の少なからぬ部分を占めるのが、マッサゲ大族である。とある。また、ストラボンのギリシアローマ世界地史には、俗民は、山岳地帯、平原、諸川が作る、小卓地帯、その沼の中のいくつもの島に、 それぞれ分かれて定着している。話によると、とりわけアラクセス川が氾濫してこの地方をいくつにも裂いた上、それぞれの川口を作って、北寄りにある、もう一つの海へ注ぎ、その中の一本だけが、ヒュルカニア湾へ向かって注ぐ。とある。19世紀前半以来、月子と、まっ下げた糸が同じだとする説があり、ソ連のエストルストーフはこれを発展させた。 これは、マッサと、下体とに分解し、大月しすなわち、月子に結びつけたものである。森正を、岡田秀弘は違うのではないかとしている。この川については、諸説あり、ボルガ川説や、汁川、アム川説などがある。この場合は、ボルガ川のようである。松平1988、P180 この川については、諸説あり、ボルガ川説。 シル川説、アム川説、ウズボイ川説などがある。有力なのはボルガ川説であるが、各文章によって差し示す川が違っている。現在、カスピ海に注ぐ川としてアラクス川という川があるが、静示者が少ない。アラクス川はトルコ東北部に源を発し、イランとアルメニア、アゼルバイジャンとの国境を流れ、この地方では最大の川である。 松平 1988P67、林 2007P74 個の一戦は、外国人同士が戦った、合戦の数ある中で最も激烈なものであったと、ヘロドトスは伝えている。松平 1988P67 から71国会北岸のいわゆる、スキタイ人ではなく、抗議での遊牧騎馬民族という意味である。 オウムタ2 0 1 P306 から 311EO1994、P60 松平1988、P71EO1994、P62 松平1988、P71 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 松平1988、P71EO1994。 P62 松平1988 P71 EO 1994 P62 EO 1994 P62 守る岡田1996 P67 ありがとうございます